はいどうもミストです。本日はですね、自前常設配布キャラのみでフレンドにキングアーサーをお借りしたらどんな選手ができるのかという検証を行っていきたいと思います。今回使用するデッキはこちら、同絵モルモト全財ワールドアモル織姫ノムキングアーサーということで、こちら球速172キロ、新街道新鉄仮面編成となっております。でですね、自前は全員常設配布キャラということで、ワールドマモルと織姫ノムちゃんに関してはもう配布で45確定のキャラ、モルモトと前座に関しては今の6周年選択ガチャ券、ガチャ券の種から収穫できるもので2人とも取ることができます。で、同盟に関してもね、昔の選択ガチャ券から取れるということで、常設キャラなんですけども、まあ、全員ね、取れる可能性を秘めてるキャラで詰め込んでみました。で、キングアーサーをフレンドに借りてね、まあ、このキングアーサーの強さを皆さんに証明できたらいいかなというふうに思っております。目指すはまあ PG 先発以上、まあ、PG1 先発とか PG2 先発がワンチャン作れたらいいかなと思っております。で、盆栽で招きカロリーバー、初期値はまあまあいい感じですね。やっていきましょう。で、序盤は、とりあえず骨イベをひたすら踏んでいきます。てか序盤というか終始なんですけどね。開幕2ターンは骨尾があったら踏む、なかったらメンタル練習か休むといった感じですね。お、これちょうどノムちゃんがいてあの偶然の賜物ですね。で、これね、戦国彼女適性はね、全然ないっちゃないんですけども、ラブパワーをもらえると非常に体力管理が楽になるので、そこは彼女キャラの強いところかなと思っております。で、初期配置はこんな感じと、戦利品金継ぐさんが持ってますね。左のいろいろは電磁の書。で、投手サクセスは体力管理がめちゃくちゃ難しいので、この紫のとこにいる長宗壁さんを倒して、長寿の水をもらって、自然回復量アップを高めていきたいと思います。ですので、まずはここからですね、攻略していきたいと思います。で、変化の骨尾を踏んでいく。さあ、根骨ナイス、消臭ナイスですね。マジで体力管理が厳しいので、こういうところでね、メンタル筋陣ができたりすると非常にね、ラッキーなんですが、まあここはコントロールでいいでしょう。次のターンから早くも体力がきついですね。急速骨ナイス。で、ワールド守るとね、アーサーがいるので、急速骨が非常にもらいやすい編成となっております。それもね、今回の強みかなと思ってますね。はい。さあ、ここからちょっとメンタル練習でやりくりしていきたいが、お、びっくりでありますね。3人、4人、5人。おー、素晴らしい。神練習を引けました。そしたら、あ、見えたね。もうすでに見えたと。いうことで、罹患があるか、一応。一応ロックしておきましょう。ただ、厳しいかな。いや、厳しく、そんなに厳しくなさそうだな。ワンチャン行くのありですね。行けそうであれば行きましょう。多分、全財発動できれば行けそうですね。お、罹患がレベル2になって、ノムちゃんが来た。これはいけますね。ラッキー。いいツモしましたね。2になったことで、これ10下げるんですよ。10下げてしまえば、もう2から6ということで、これはもう倒せるでしょう。ちなみに、君は特に持ってないと。で、ここね、適材適所の書もあるので、まあ、いい感じですね。リリースは取りましょう。ランダムコツもらえるんだよな。まあ、ここは引きにかけようか。いいコツもらえることにかけていきましょう。で、スタミナが。あ、信長か。信長か。ここは忍者が欲しいな。守備が一応、守るですね。どうだろう。まあ、勝てるとは思うけど。いやー、ちょっとこれで微妙になっちゃったな。2から6だしな。まあ、いけるでしょう。信長っていうか骨イベを踏みたいので、ここは、スタミナでいこう。4アップいいですね。奇襲、まあ奇襲も強いです。特に伊達政宗とか本田忠勝とかね、強力な武将相手にも、ね、活躍してくれますね。よし、これで体力管理が結構楽になりました。で、闘志ジャイロ速球対抗心、ちょっと外れかな。闘志は取らないですからね。一番の外れをある意味引いてしまいました。守備。まあ、スタミナですね。今どこ行こうとしてんだ?ここか。まあ、こうなったら金継ぐさん、ちょっと取りたいね。で、ここに最大チャップがある。
っぽいですね。黄色のどっかに絶対体力差レッチアップがあるので、それも取りたいし、今回は彼女キャラを編成してますので、秀吉もね、取りに行きたいっていう感じなんですよね。さあ、いろいろとやりたいことがたくさんあるが、ちょっと刀が多いせいで金継さんに有利が取れないですね。まあしゃあない。最悪対象を変えましょう。怪我、まあ、召集鉄砲は強いね。メンタル出陣、明智か。明智弓ダイアップなんだよな。割と悪くないんじゃないのこれ。9から12でしょ。取れるかこれ。明智頑張れるか。で、ショーダウン、右の2つは取れそうだね。で、有利取ってるから、多分一騎打ちになるか、勝ち越せるかっていう感じか。なるほどね。三成は、忍びと空城か。ここも悪くないんだよな。どうすっかな。いや、無理しなくていいか。ここ三成にしとこうかな。三成であれば、余裕で勝てそうですね。ここちょっと、左上ね、金継さん回復を持ってたんで、それを温存するために今回メンタル練習でいけるということで、明智さんでいきたいと思います。メンタルでいけるときはなるべくいく。骨入れよりも正直大事かなと思ったりしてます。はい、引きません。明智がいい感じに仕事しましたね。で、空城コンボがこれで組めますと。いった中で、秀吉行く ?16 から21。最大チャップがあると。で、召集弓か。なるほどね。空城コンボ、行っちゃいたいとこではあるな。早めにちょっと告白ラインに持ってきたいっていうのもありますしね。それか、一旦ここで、様子見るか。様子見る必要もまあ特にないんだよな。茶会幻の弓か。練習はどうでしょうか。スタミナ5人、コントロールが4人と。まあスタミナ練習で十分だな。まあ、空城の剣はレベル1でも全然強いので、まあ、刀を避けつつやれば全然秀吉は問題なく倒せますと。忍びと弓でいいかな。忍びと弓で、倒せそうですね。忍び弓でいっちゃいましょう。で、空城ですね。鉄砲は忍者がいっぱいあるので危険ですといった中で、全財とか使いたいな、これ。信長。また明智?明智さん多いな。三成。これ一番いいの信長か?刀狩りをかわしつつ、いや、ちょっと待って、微妙なの引いちゃったな。戦術弱くない?戦術めっちゃ弱ない。ここ行けば勝てるっちゃ勝てるか。秀吉が16か21ということで、左、ちょっともう20以下のことを祈りましょうか。じゃないとこれ厳しいよな。まあ、信長が、ちょっと右が弱いんだよね。6-3で勝つっていう感じになっちゃうね、これだと。まあ、ちょっと最大値取ろうか、ここは。攻めの、右は捨てました。右は捨てて、さあどうだ。あ、オッケー。上の3人勝てますね。で、弓は勝ち確と。で、一番下のやつだけ負けましたと。オッケー。で、いい回復。回復面と被ったわ。まあ、そしたら切れコツもらいましょうか。で、彼女は、いいラインまで行ったので、金継さんを倒しに行こうかな。お、いい練習やん。ここはいい練習ですね。切れ取るか。取れる?取れない。取れない。ちょっと軽いコツ取っていこうかな。さっきもらったコツをちょっとつまんでいきましょう。ジャイロも取るか。タイピンを、ここで取るか。
まだちょっといいかな。まあ、精神は多分余るんで、まあ、守れがびっくりしたら取っちゃっていいかもしれないですね。召集ナイスからの、お、メンタルいけますね。また明智。明智さん多いね。ただ回復が今回あるので、ここは急速で有利取っていっちゃおうかなと思っております。ゴー。なかなかいい感じですね。はい、クイック、排水。ちょっと微妙ですが。まあ、ダウン入りますけど、まあさほど問題ないでしょう。はい、OK です。完封。で、ここが来ました。理想的な展開。これでクリボッチャ回避ですね。まあ、配布キャラということで、ちょっとでも経験点稼ぎたいので、クリスマス間に合ってくれるのはありがたい。で、デートなんですけども、デートは完全に捨てると思います。合戦で攻略していった方が、経験点伸びると思いますので、そちらを優先して今回やっていきます。で、最大値アップも正直欲しいので、まあ、召集レベル1で倒せる圏内に全然いるので、ここはちょっとこいつらを倒しに行こうかな。で、召集弓もありますと。有利取るには刀鉄砲でいいですね。刀鉄砲で、ここもメンタルでいけたら嬉しいぞ。お、いけますね。いけるけど、骨髄は残念ながらないか。お、これ、のむちゃんのちょっと強いところを皆さんにお見せしようかな。このままだと彼女評価にギリギリ足りないので、はい、ここはラブパンも狙いつつ、のむちゃん行こうかなと思っております。切れ取って、重い玉、逃げ玉取るかな、迷うんだよな。伸び骨はね、早急に欲しいんすよね。重い玉取りましょうか。あんまり骨もらってもメリットがないので。はい、体力消費も抑えつつ、骨くれない、召集刀、ナイス。で、これでまた召集が、2個持てる状態になったので、うん、いい感じに使えますね。一旦攻略がこの高校命でございます。うん、セクイチは結構理想な展開。しっかりと体力サレチャップと自然回復ラガップを抑えて、で、カロリーバーも一回も使ってないですね。これはいいですね。そしたら、伊達政宗をね、いつも通り目指していきたいと思います。剣心はちょっと厳しいか。ここも2ターン攻略できるんじゃないか。刀弓で。今が8ですね。いけそうですね。これもいっちゃおう。有利取って、弓を置いといて、計略が召集あり。おお、いいね。なかなかスムーズなサクセスができてます。で、メンタルが、明智多ない今回。まあ、でもこれ弓いいですね。弓いい感じ。謎の明智とのシナジーが今回発揮されてますね。行きましょう。これで 9-0 いけるんじゃない？はい。まくりました。ありがとうございます。で、構わない。いいね。あー、回復弁当被った。まあ、無理する必要。でも、いいやつもらう必要もないんだよね。ちょっと縛り狙ってみようか。あ、ダメだったわ。まあ、こうなるので、あまり同意は信用しない方がいいと思います。タンスケ、ここにいたか。この槍がね、いっぱいあるところはね、正直最後まで温存しておきたいという思いがあります。まあ、一旦ここかな。ちょっと強いでしょ、これは。計略強いな。武道の書と鉄砲、超欲しいんですけど、お宝が強いですね。なるほど。ちょっと待って、タンスケワンチャン。手持ちが、奇襲レベル2か。奇襲はちょっと取っておきたいね。悪くないんだよな。悪くはないけど。真ん中はもう負けると思うしね。急速守るか。まあ、でき、5人取れるときは5人ちょっと取っていきたいですね。次メンタル4人っていう可能性がかなり高まりますので。ここはちょっと一旦コントロールでいこう。無理そうだったら、カンスケは捨てますと。負けられません。どうでしょうか。前在が全然戦術で来てくれないんだよな。どうへ、あ、前在来たね。どうだろう、これ。多分、勝てるっちゃ勝てると思うけど、うん、勝てるっちゃ勝てるね。6対3になるね。
6対3になると思うけど、カンスケ取っとこうかな。招集ももらえてめちゃくちゃいいんですよね。これも欲しい、これも欲しいから行くか。両端3人は多分まくれます、前座の戦術で。で、真ん中の刀もワンチャン勝てるかもしれないので、7人か、7人ならまあいいんじゃないか。一応ちょっと基礎値上げておきましょう。一騎打ちになる可能性があります。どうしようかな。アーサーは、まあ、今回エクスカリバー取らないんで、ちょっとパーム、使いやすいパームを取っておきたいと思います。で、行くしかないね。まあ武将は積極的に取れるときに取っておこう。奇襲使うって言ってもあったけどね、ちょっと伊達政宗戦に温存したいです。さあ、あー、一番下勝てなかったか。まあいいか、まあいいでしょう。槍をね、こぼしたのがちょっと痛いんですよね。中盤絶対筋力が足りなくなりますので、槍兵にはね必ず勝っていきたい。お、でここに戦利品アップありましたね。じゃあここ召集2発でいけるかな。ちょっと際どいラインだな。有利を取れればいけそう。槍鉄砲、槍鉄砲で行くしかない。短縮第一です。あ、メンタルいけないか。ただ全財か。これでまあ勝ち確かな。うん、ノムちゃんだったらよかったけど。で、スタミナをちょっと上げておきましょうか。直上げの恩恵をちょっとでも上げていく。体力ギリギリだな。回復面と欲しいっすね。結構もう使っちゃった感あるんだけどね。守るの筋トリメントとかワンチャンいいんじゃない。はい、おお、本当に来た、ありがとう。さあ、そしたら、忠勝、空城の刑が欲しいな。空城の刑、ここか。いつもここにあるんだよな。なんか戦国やりすぎてね、どこに計略があるかもちょっとね、分かってきた次第でございます。スタミナ安定か。変化は、体力消費がね、重たいですからね。ここもちょっと C まで、スタミナ直上げはまあ C までがいいかなと思ってます。基礎骨早く欲しいね。緩急まあ悪くない。おお、いい回復。そうだな、 OK、 いい感じ。緩急ポカフェ、メンタルいける。全財か、全財か。これ忠勝取れないか。お前強いんだよな。いや、でも奇襲使えばいけるか。奇襲使って取り行こうかな。18から22でしょう。伝説手裏剣欲しいね。奇襲罹患で行こうか。伊達政宗ここにいるとは限らないですし、ちょっと君を放っておくと伊達政宗より厄介になるんですよね。で、彼を逆に味方につけるとものすごい戦力になりますので、ちょっと取り行こう。今のうちに行ってしまおう。お茶会は使わんでいいかな。まあ、前菜で十分でしょう。特に潰さんでいいかな。精密機械どうせするから低めだけ取ろうかな。よし、勝負だ。第一の山場で回復も入りますと。逃げ玉伸び子早く欲しいな。ちょっと怖くなってきたな。はい、月下の前からの 60% 軽減です。ありがとうございます。はい、くの一は下ですね。はい、したらまあここだな。右上行きつつ、逃げ玉取りまして、お正月が近いのって、まあ、回復はするでいいかな。くそ。あれだね。びっくりだけど、人数が足りてないですね。メンタル悪くないけど、ここはスタミナでいいかな。練習改革もちょっと活かしていこうか。
あー、ただ有利が取れないか。真ん中ちょっと不安。いっか、モブなんでね。はい、アトイベは来てるんですけど、ちょっとマイベが不安かな。で、体力サレッジカンストまで行きましたね。いい感じ。堂上さんか。堂上さんできちゃったか。お茶会、お茶会いらんな。どっちにいるかな、伊達政宗。こっち行った方がまあ安牌だよね。最短攻略はしやすいよね。まあ、こっち行くしかないか。真ん中の弓負けちゃいそうだけど、しゃあないか。クイックは取り切れないと。ムービング取っておきましょう。多分技術は溢れそうです。うん、まあお正月は回復取りましょうか。ポンコツ、ナイス、召集刀。お、まくられなかったね。ナイス。あ、下負けるんかい。で、ここはまあ経験点取りたいところなんですけど、無理せず回復。大吉、よっしゃー、ナイス、いいね。じゃあ上でよかったっていうね、結論なんですけど。で、片倉さんは、あ、外したか。これここにいるかな。ここにいてくれたら最高っすね。東洋不可なんですよ。なのであんまりね、倒すメリットがないんだよね。一旦ここだな。召集刀があるけど、かぶっちゃうな。効率がよろしくないっすね。これはちょっと運に見放されたっていう形になっちゃいました。結果的には。他のむちゃんか。技術はね、絶対余るんで。まあでも、こいつ倒せなら倒すか。回復も持ってるしね。弓と鉄砲アップしてくるけど、ここめちゃくちゃいい練習ですね。これで、うん。どうにでもなりそう。で、守るは休息骨確定なので、早くください。早くよこせ。おい。あ、でも奇襲いいね。奇襲は縦線に使いましょう。変化。アーサー。アーサー弓でしょ。ユーリア取ってるから、いけそうっちゃいけそうだけど。てか、普通にタック強えな。タックが強えんだけど。守る安牌だな。守る安牌でいこうかな。経験点美味しいんだけどね、ここ。骨いべもあるし。戦術が弱え。戦術やばい。一応20から23ということで、うん、1、2、3、4、5、6、7対2くらいになりそうですね。ダイアップが来るとなると、いっちゃおうかな。ここちょっと経験って取りたいと思います。多分7対2になりますね。あ、それはポンコツ取ってたんだ。まあ、天才覚醒もあるかもしれないので、ちょっと上げときましょう。参ります。頑張れ。伊達政宗を倒すための一手。空城来い。おお、本当に来た。今回ちょっと音声認識多くない？今回いいぞ。さあ、どうなる？まあ予想通りですね。7対2でした。はい、ポジションいっぱいなんで、これはあんまよろしくないんですよね。東洋区の武将は倒す必要マジでないのでやめておきましょう。うわ、最果ての地にいたよ。そんなとこおる？排水、美観。排水カンストだよね。じゃあこっちでいいや。召集がちょっとないので、うわ、またお前らか。仲いいな。仲良しだな。まあタックで取れますんで、行きましょうか。やっぱモルモト強いね。変化練習に来る率が半端ない。ちょっと召集が欲しいです。
いかがですか、召集。あ、やべ、撃たれとんの忘れ、しかも刀かぶったし。くっそ、やられたな。刀かぶっちゃったよ。ミスったな。コツの取り忘れは、是が非でもしないようにしましょう。秀吉。あんまり効果、いくつだ ?15 から19。まあ、ここも一人漏らすか。ただ、コツイベちょっと行きたいね。コツイベ行っておきたいし、技術もそんないらないので、剥がしておきましょう。うわー、引けないな、召集。召集力引けないっすね。あ、二人負けしちゃった。ただ、罹患レベルにはまあ、悪くないね。経験って意外と出てる。意外と出てるよ。まあ、いい感じにダブルタック決めてるからかな。で、朝は鉄仮面ですね。モルモットが一回も来てなくない?どうやらさっき一回来たけど。ちょっと体力微妙だな。罹患と奇襲あるから、まあ、素でいけそうだね。素で、空車の剣使わず、素でいきましょう。うん。急速。ちょっと不利取るな。鉄砲2のところ、しゃあないな、これ。しゃあないか。ワンチャン排水の陣使うことも視野かな。うん。で、これで胴へ伸び骨確定でしょ?しっかりと引きたいね、伸び骨を。筆脱手応えは取っちゃおう。頼む。伸び、よし。少しやり。くんの遅い。で、ノムちゃんは回復ないんすよね。で、メンタル。で、いけるか?いけないか?あー、これはカロリーバーの出番が。来てしまったかな。まあ、一応、召集使ってメンタルいけば、モルモトいけるんですが、戦術的にちょっと怖いよね。戦術的に怖い。ので、そうだな。ちょっと君は早めに取りたいので。罹患で奇襲。お茶会を打っておくっていう手もありましたね。排水使っちゃう?排水はね、ロックしておきたさあんだけどな。まあ、使うか。で、カロリーバー。ここで、一つ目、使っちゃいましたね。コントロールが超速壁か。これ悪くないな。あ、これいいね。刀と槍ダイアップだもんね。うん。で、骨入れもあるので、前座よりこっちで行こう。で、急速骨、とっとともらいましょう。さすがに、さすがにもう来てくれ。筋力さばきたいので、勇猛果敢取っちゃおうかな。さあ、頑張れ。急速。いや、もらえねえ。全然来ねえんだけど。さあ、鬼変化。この圧倒的攻撃力。よし。OK。で、戦利品はあとはこっち側ですね。なので、こっち攻略していきたいところ。召集が2発あるので、メンタル3人、お願いします。投手でなかなか来ない。メンタル3人、ゼロ。ありがとうございます。ゼロって。これ一旦回復挟みたいな。信玄しか持ってない。信玄しかないか。信玄一応いけそうなんだよな。今まだちょっと弱いっすね。場合によっちゃありだな。刀、槍。刀で今13か。罹患とか使えば全然いけそうっちゃいけそう。で、ここ行くとなると守るが欲しいな。ここは全財の可能性もあるか。ちょっと行っちゃおうかな。
カロバ温存のためにここは攻めのムーブで行ってみようか。めっちゃ不利取るんだよね。めっちゃ不利取るけど、誰が発動する？お、ぜんざい。骨いべ消えたね。これはちょっとぜんざいに助けてもらおうか。で、罹患も使っちゃおう。奇襲も使うか。奇襲、今後使いたいのが毛利さんくらいなんだよね。だからもうここは使っちゃおう。オーケー。まあ、これで頑張ろう。休息骨もらえないの歯がゆいっすね。精神がないんだよ、ちょっと。躍動取っちゃおうか。はい、スタミナはいい感じに直上げできてますね。てか、スタミナ練習めっちゃ踏んでますね。はい。風林火山で、うん、まあ、一人負け。オッケー。声かけます。で、モルモト1回目。モルモトで伸び骨1もらったら、もうね、行ってしまいましょう。伸びを取ってしまうと。ちょっときつくなってきたな、体力管理が。お、筋力がいい感じに揃ってる。そしたら変化だね。マジで体力きつい。回復面とも多分もうないよね。現在のコツも多分もう取り切ってますので、頼む。メンタル、助けて。伸びない、ナイスっていうか、うまいか。メンタル！あー、厳しいぞ、これは。もうきつくねえか？ 12% でやらかしたくないしね。罹患と廉価。廉価をワンチャン、廉価ゼロ。廉価ゼロという衝撃の事実が今、発覚しましたが。吉川さん、排水弓か。奮起。取れるなら取りたいな。取れそう。22から24。22から24か。多分勝てるんですけど、勝てるんですけど、全員からは勝てないかな。いや、いけるんじゃない？いくか。武将は積極的に倒しましょう。で、タイロが立たれました、ついに。アーサー、急速骨。荒れ玉はいらんぞ、マジで。あれ玉はいらんからな。練習改革を生かして、お茶会レベル3ありがとう。特に嬉しくないです。で、チューアップが来るが、大したことはありません。あー、いらねえ、それマジで。くっそ、もう、課金バシン、ほんとやめろ。って戦利品ありましたね。メンタル3。ここメンタル3大事よ。メンタル3引こう。頑張ろう。ここは頑張ろうぜ。ここで引かないとダメでしょう。来い。サニンディマジで。マジでサニンディ。お願い。くっそ。12% かー。12% 怖えなー。その回復の領地はここか。残念ながら休む一発目かな。まあ、デートでもいいんですけど。ノムちゃんの評価、もう、あ、ちょびっと足りてない。まあ、あれ、あれですね。あのイベントで、うん。女は敵をイベントで、ちょっと上がると思うんで。デート一発目か。しゃあないね、これは。勉強で回復ですね。はい、ほんとメンタル来ねえよな。ほんとメンタル来ないよな。そしたら弓鉄砲で問題ないか。剣士も早めに取りたいってのはあるんですよね。ただもうこれで戦利品はコンプですね。急
速伊達さん最強ですね。まあちょっと育てつつ、有効。とりあえず島津さんが見えるところまで進んでいきたいと思います。独眼竜技、やめろ。 OK、 ナイス回復。サボリウスがつかなければただの回復イベントに過ぎません。毛利さんが伝授の書を持ってる、まあここだよな。空調の剣もあるから、ちょっとマジで召集が欲しいところ。メンタル助けてたまには、くっそ。まあ急速、まあモブなんでね、なんぼ結構強えな。最大27か、結構やりますね。筋力が厳しいよ、筋力厳しいよ。うん、スゼロ取っちゃうと精神が怖いんだよな。ちょっとここでもらおう、急速骨。もういいでしょ、もういいよ、溜めすぎよ、ください、頼む。おい、お前どんだけだよ。しかも弓かぶった、あ、かぶってないか。メンタル、おっしょ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 。あー、めっちゃレベル2系使っちゃうけど、まあ、いっか。技術なんでいいです。うん、筋力がただでさえないのにね、上げちゃうのがちょっと、歯がゆいんですけど、お、ここも空所の系か。うん、この後ますます召集が欲しい。まあ、9-0 をね、常に目指していきたい。あー、無理か。8-1 ですね。で、物元から完走。よし、筋力さばけるのはありがたい。で、毛利さんか。強敵ですね。ここは、召集鉄砲。攻略自体はまあ、そんなに悪くないんですよね。まあ、勝てそうなら取りたいね。刀で染めよう。刀で、うん、強いけど弱いな。こっちの方が可能性的にはあるけど、タックで取りたいってのがあるからね。なるほどね。安定はこっちなんだよな。悩むね、これ。一旦変化かな。まあちょっと攻略先変える可能性もありますね。手が鉄砲。イベントは走ってくれそうですね。で、どうでしょう。スタミナ。信玄か。守る。伊達さん。ちょっとここは無理しないでいっかな。多分勝てるんですけど、鉄砲、右は勝てそうでしょ？弓だけケアすればいいから、で、左から4番目の槍と、左から2番目の弓。ここを負けちゃいますね。多分7対2の結果になるんだよな。多分今、召集が弓鉄砲という中で、他に行くとこがない。信玄めっちゃ不利やん。行くとしても信玄なんだよな。弓へ。すいません。失礼しました。早めに取っちゃうか？変化だからね、弓って。そんなに。他の領地に逃げるよりかは、積極的に登用できる武将大名は取っていきたいんですよね。ちょっと精神をケアしていこうかな。変化ポイントが気づいたらかなりのものになってましたね。
ここはちょっと苦渋の選択かな。7対2か。まあ、しゃあない。できれば 9-0 で勝ちたいっす。空城。あれ、これ空調乾燥した？まあ、無理だよね。うん。まあ、この未来は見えてました。OK。そしたらもうこれもう島津さんに空城コンボをぶち当てていい感じっすね。島津さんに空城コンボをぶち当てる系男子でいっちゃいます？島津さん倒すはもう脅威が、まあ、ここにね、島津義久というやつがいるんですけど、そいつくらいだな。うん、武道の人もあるしな。ここも強いね。この3人は倒したいところ。とりあえず練習を見る。珍しくメンタルに人がいますね。取っちゃおうか。招集貯めておくのもあれなんでね。この場合だと鉄砲弓で良さそうですね。あーでも、ちょい振り取るか。逆に弓鉄砲だと。いや、弓鉄砲で十分か。40でしょ？ってことは45上がります。今の兵力が17、62。ん？ 62 か。え、これ振り取っても大丈夫だな。弓鉄砲でいこうか。はい、最強。まあ、真ん中だけケアすればいいんで。刀狩りか。できれば。ここ強いね。ここ強いし、27、25、36か。36、三つ成りだけでまくれるか。で、41引いたらきついか。27、25。27、25のとこが負けそうだな。だったら、ここ行っちゃう？ここで行っか。精神変化なんで、うん。マジで筋力の整理品以外は、あんまりそこまでですね。まあ大事なんですけど、逆に剥がして筋力の整理品を持たせるということもできますので、ちょっと待って、ポイントバランスを見よう。この後技術が入ってくるので、上限突破させてしまいましょうか。OK ですね。で、技術300。幻のひなわじゅうも入ります。これかなり強力ですね。よし。81か90っすね。はい。刀狩り。どこまで上がる？あー、いけましたね。完封。オッケー。どれくらいいってましたか？ 9500。うん、まあいいんじゃないですか。2万2000くらい出せたら嬉しいね。よし。そしたら、君が強えんだよな。君か。君放置しつつ、信玄かな。あとはもう、召集駆使しつつ、転がってる回復とかね、筋力とかをガンガン取っていきたいと思います。あー強いけどなー。レベル3か。おっと、カンストが、カンストいらっしゃいました。カンストいらっしゃいませ。筋力3が結構多いっすね。これ、ちょっと育てたいなー正直。技術カンストしたか。開眼して、開眼したいね。こうなっちゃうと、本当に、さばけないんですよね。まあ、集客を取るっていう考えできるんですけど、筋力ポイントが間に合うかってのが、怖いところ。
剣士に有利は、まあ、なかなか取れますと。ここまで強くなれば敵は怖くないですね、正直。召集がめちゃくちゃ欲しい。今ゼロだからな。ちなみにシマルさんは、まあ、刀と槍を下げてくるんですよね。これはちょっと集客せざるを得ないか。で、コツもらう可能性、脱三振取っていっかな。どうせ取るしな。技術砂漠用に取っちゃおうか。で、球速上げて、これで我慢っすかね。よし。教えるか、一応。OK。で、ノムちゃんの評価は、これでいきましたね。クイック取っちゃおう。印象足りるかな？これ前座のびっくりが大事ですね。縛りも取ります。スタミナ、悪くないね。朝か。ってなると、一旦ちょっと、これ、剣士もちょっと厳しいんじゃない？いや、そうでもないか。22。特大アップだっけ？特大アップか。どこまで上げてくるかな。でも、15くらいだと思うんだよね。15。ああ、でもまくられるか。やめとくか。ここ一旦回復があるところに逃げようかな。ここ消臭あるから、一旦ここ行こう。よし。問題ないね。で、敏捷ポイント。連火も地味にないからね。うわ、一人まくられた。あー、結構負けたな。筋力ポイントは欲しかったね。OK、同盟成功。変化上げて。海岸もいつでもしていい感じですね。こいつ無理して倒さなくてもいいかな。筋力ポイント入らないからね。ただ、槍参考ってのは偉いけどね。いけそうであれば行くという感じで行こうかな。スタミナ強い。コントロールもなかなか。筋力系は結構いい感じに来てますね。球速骨マジでないの。歯がゆすぎるんだけど。ここ召集鉄砲か。ちょっと召集もらえるところを積極的に攻略していきたいかな。こことかね、いいですね。回復がいい感じだったら、行くのありだな。たまにはメンタルで出陣しようぜ。お、いいんだけど。しばるさんか。まあ十分っすね。精神と。で、刀をもらうと。ここは体力キープだね。何が何でも体力キープ。そうだな。奪三振。あ、取ったか。はい。で、筋力ポイントをゲッチュー。
よし、もうこっからは絶対負けないぞ。筋力の取りこぼしはしない。で、基礎兵力が今20ですね。ってことは25の味方兵を召喚できますと。で、行きたいのはここは行きたいね。体力今余裕あるから23から26。絶妙だな。練習どうでしょう。メンタル弱い。変化はまあまあ、まあここで武将の戦利品稼ぐのはありですね。剣心を普通に倒しに行くか。この戦力ならいっか。招集が被らないことを祈ろうかな。やり方な。一旦ちょっと剣心倒そうか。開眼してマジでコツもらってからできればしたいよね。守る休息、いい加減、いい加減来よ、いい加減。くそ、奇襲いいでしょう。で、島津義弘さん、まあ、マジでも奇襲が欲しいので、まあこれで剣心は有利取ってるし問題ないでしょう。あと来るとしたら完全制圧くらいか。じゃあ開眼してもいっか。あとなんかあったっけな、なんかありそう。見逃してるのがなんかありそうなんですけど、多分完全制圧だけだと思うんだよな。ちょっともう技術精神 100% 余るんで開眼します。さあ行きましょう。ジャイロ取ったよね、ジャイロ取ったよね。序盤に取っちゃおうか。じゃあ筋力使いたくないけどね。まあ当たりなんでいいでしょう。 OKOKOK、そしたらここで剣心狩りですね。まあ家康は最後でいいでしょう。よーし、ようやく来た。これで筋力ポイントもさばけますと。どんくらい上がるか。14か。まあ、倍率によると思うんですけど。14から、まあ、16くらいかな。玉持ち安全品ちょっといいね。はい、失敗。で、そしたら、奇襲レベル2か。連下1なの運悪くない？なんで連下1なん？メンタルいたら話は変わる。いないね。まあスタミナがいい感じかな。じゃあここ行って29から31か。ちょっと召集レベル1じゃきついか。他筋力取れそうなところは、筋力取れて召集取れるっていうのが理想ですね。ちょっとないな。ここだけか。あと美味しい練習。そしたら槍兵がいっぱいいて、ってとこかな。残りが5ターン。ここは一旦攻略できるとして、あと3箇所くらい行きたいね。3箇所くらい行きたい。槍3人。槍2人、空城。家康が結構強くなっちゃったから、まあお茶会もあるからね。で、奇襲もレベル2あるから、まあ2ターンかければ絶対倒せるね。召集あるけど、槍が1体か。奇襲。一貫連火。あ、連火もらっておくのありだな。連火レベル3の可能性があるから、ここで、ここも召集があると。ここかここだな。今、基礎兵力が21だから、26を召喚できる。やり方な。やり方な。やり方な。戦術次第だけど、
今行きたい練習がこことなると、まあ、信玄が来てくれたら嬉しいね。いや、召集にしとこうかな。どっちもどっちだね。排水の地全然使っていいな、ここ。鉄砲。槍が3体2体の違いね、結構でかいんすよね。こうもらって伝説の火縄銃か。今更って感じだけど。こっちが伝説の槍なんだよね。いやー、召集だな。召集にかけよう。そしたら、刀槍か。いや、槍か刀でいくか。排水も使おう。よし。で、信玄が来てくれたんで、これは問題なくいけそうですね。海岸もう一回やっちゃおうかな。やっちゃおうか。もうどうせここなんでね、裁くの。はい、よいゴー。変幻は、今回は無理ですね。暴れ玉。いやー微妙だなー。ちょっと鉄人怖いけど行きます。頼む。来い。お。神引き。これは全財で新境新造になりますね。あーでかい。これはでかい。これは。だって今回いないよね。今回境新造取れないんで。激圧展開。海岸激圧展開。よしよしよし。意外と、あ、そっか。まあ、信玄だから大丈夫っすね。スタミナアタックで、しっかりと、これ、召集欲しい。オッケー。どうだ？おお、まくったね。よし。で、あと4ターン。ここ1ターンでいけたらでかいんだけど。弓鉄砲。で、回復がある。うわ、精神カンストきたよ。筋力も4はできたね。メンタル渋すぎんな。だからもうここで回復、召集で行くっきゃないっすね。なので、27の召喚できる。弓、鉄砲の順番じゃなきゃ不利取っちゃうね。これで戦術次第か。戦術でまくる。お、信玄いいね。信玄はいいですし。朝は弱いな。信玄頼みか。超速壁さんも今回は仕事できないね。ここですね。これま、技術精神。技術精神まだまだ溢れるぞ、これ。はい。筋力取れれば、優勝なんですけどね。よし、ここで、まずは回復。召集。うわー、来ねえか。こうなっちゃうと、詰みかな。ちょっとこれは、残り2箇所いけなそうっすね。家康行ったとして、あ、召集連か。なるほど。家康を2ターンで倒して、家康2ターン倒して、その中で、計略もらって、得たら、ワンチャンって感じか。
まあでも無理して他に行きたいところは、うん、筋力系も全部取ったからね。まあここくらいかな。ここが一斉放棄していける感じだったらありがたい。よし。精神、あ、信長もカンスト？嘘でしょ。精神お化けすぎるよ。筋力もさてか、あの辺を全部回収したいんですよ。体力がギリギリっすね、マジで。急速上限捨てる未来も見えてきたかな、これ。家康って結構強いんですよ。うわー、これなんでここに明智さんいんのかな。メンタルめっちゃ行きてー。メンタルめっちゃ行きたいっすね、これ。体力キープの意味で。メンタル行くしかねえかな。タックル取るとこれ多分700点くらいになるんだよな。で、こうすることによって多分、お茶会を次の一斉放棄した後に使えるって考えると、それもでかいんだよね、中アップ。40だから、40で有利取ってるでしょ？だここは、ま、奇襲を使うとして、このままでいいと思うんだよね。99、48でしょ？で、有利でしょ？これで行くしかねえな。急速条件できるかの戦いになってきました。だってこれ、精神裁くために格も上げたいからね。次のターンにかけるか。あ、そうだ、これがあった。ここは筋力技術で尻上がりで、メンタルいける。アーサーは弱いな。ここでメンタル奇跡だと思ったけど、アーサーが弱え。しかもこれ骨髄目がないから、もう次開拓できないっすね。やられたな。ここも弱えな。そういう感じ？アーサー弓、あ、弓か。弓なら悪くないな。今思ったけど。弓なら悪くないぞ。もうここしかないね。そう、骨指に見放されたか。一箇所領地余らせちゃいましたね。まあ、これは多分休んだ分もね、あると思うんですよ。これ5個残しできましたね、頑張れば。悔しい。ということで。レンカもこのままじゃ2で終わっちゃうんだよな。まあ、残りのターン全部練習できるって考えたら、ここは、精神っていいですね。上がり、うん、いきましょう。ちょい悔しい。急速上限に向けての戦いが今始まる。うん、まあ、鉄砲は精神ポイントなんで大丈夫です。よし、こっから取りまくるぞ。廉価も地味に欲しい。廉価も欲しい。はい。344、筋力344。あら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 。なるほどね。筋力、カンスト今回作れなかったのはね、痛いよね。158くらいにしといて。まあ、とにかくタックで筋力を美味しく取っていくことだけを考えていきましょう。うん、もうどうせ無理だからね。はい、先発。まあ、サクッとでいきたいところではあるんですけどね。
まあ、今回はピンチャンでいこうか。なんとか間に合いそうだけど、これ技術精神をうまくさばくって考えたら角とかに振りたいっすね、正直。OK、 いきましょう。はい、1失点だけしちゃいましたね。はい、100点オール。さてさてさて、てかここでワンチャン連歌もらえる可能性あるんだよね。まだあれないんだっけ、7月4週でどうだったっけな。連歌欲しいぞ。さあ強いけど、もう精神がって感じっすね。一旦コントロールかな、これは。いやー厳しいなこれ。167もあればいける。で今回エピローグもありますので、これでいこうか。筋力足りることを祈りつついきます。まだ筋力の爆弾は控えてるんだよね。変化は7になったので、あーそこに急速固まったか筋力。まあメンタルは偉いんだけど、もう連化があるからね、いらないんだよね。ただコツ的にもメンタル練習が理想か。173だもんね。こっち2つ、筋力2つ使って160なんで、今回はこっちに行こうかな。角1個上げる、多分間に合う。多分間に合う。オッケー、この筋力経験点もでかい。本当はサクッとしたいけど提供動画なんで慎重に行かせていただきたいと思います。はい、完封勝ちですね。筋力のタックを祈っていきましょう。よし、来い。あー193、ここか。なんでメンタルに来るんだ。うわー無理か、筋力がないか。あーないなー、くっそ。まあ筋力経験点取れるんで守るで、ここしかないっすね。そう、体力あるときにメンタル練習が美味しいのがちょっとんって感じですけどね。 OK、 なんとか球速上限はいけそう。168で止めとこうか。角ももうちょい上げていいかな。あれそうだ、でも完全制圧取ってないよね。残りの筋力の戦利品でなんとかいけますね。ただ、完全燃焼は取れないかなというふうに思っております。いこう。さあ、ラストターンです。意味ないけど、連歌使おうか。うわ、タック来なかったか。くそー。筋力、筋力ください。筋力ください。筋力ください。ここか。まあ、スタミナも時間上げできるから悪くはないか。いきまーす。3アップ。OK。よし、サクッといこう。球速上限で。まあ、スタミナの分も、まあ、ギリギリ足りるかな。ということで、ちょっと角を1個だけ上げたい。これで、まあ、ポイントアフレはないと思うけど、あれだな、内角とかこの辺取っていいっすね。ああ、変化対抗心もありだな。割とバランスいいかもしれない。はい、ここにエピローグ入りますからね。OK。あ、待って。やべえ、球速172キロっての忘れてた。ああ、そこ忘れてたわー。ちょっと待ってくれ。それは忘れてた。角やめとこう。これでいきます。
やー、やべ、いつもの癖出たわ。ここはちょっと勝ちたいですね。サクッとでいきましょう。臨床ポイントも大丈夫だね。いくぜ。はい、なんとか勝てました。ちょっと急速上限の分足りるかな、そこですね、不安は。角もこれじゃあ上げられないな。108ほど査定があるので、角の約2個分査定はあるんですよね。もうちょっと筋力ポイント取れたらなーってところでしたね。で、ここで二次特二種が増えますと。いやー、でもいいんじゃない。2万点、2万点なんですけど、バランスがめちゃくちゃいいです。筋力ポイントが足りない以外はまあね、こうしてみるとやっぱりね、ダイヤのエースキャラとかね、まあ、その他諸々の限定キャラがいた方が強いってのはわかるんですけども、全然常設とハイフキャラだけでも2万点出せますし、まあ、キングアーサーがね強いことはお分かりいただけたかなというふうに思います。では緊張の査定ぶりやっていきます。はい、というわけで査定振り終わりました。こんな感じになりましたね。球速172キロ、二次特3種、金特がノムちゃんの勝利の星と、あと、完全燃焼崖となっております。海岸でハイスピンチャイロと強心臓っていう、ここは神引きできましたね。はい、で角が8、集客が2といった感じで、まあこんな感じで変化ポイントがねこんだけ余っちゃったので、うん、やっぱ筋力ポイントがもうちょいあれば角も上げれたかなと、まあ集客も上げれたっていう感じでしたね。もうちょっとだったな。うん、あの精神が5で余ってたと思うんですけど、あれを筋力に変えられてたら、まあ、全然違ったかなといったところですね。いやー、どうでしょうね。結果見ていきましょう。ピンチ先発はクリアしたと思うけどね。ゴー。はい、ピンチ2。おー、もうちょっとで3先発でしたね。といったところで、まあそうだね、ほんと筋力ポイントです。投資は筋力ポイントということがね、よくお分かりいただけたと思います。そこさえケアできれば、技術精神と変化で海岸は2回できますし、角と集客もね、筋力ポイントさえ上げればね、余った技術精神さばけますので、まあ、ぜひね、そこを皆さんケアしつつ、戦国投資ぜひやってほしいなと思っております。はい、今回はこちらの自前常設配布キャラのみでサクセスやってみました。まあ、お手持ちのね、皆さんのボックスでも、まあ、組みやすいとは思いますので、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思っております。まあ、戦国高校ね、皆さんも投手野手ともに楽しんでいきましょう。ということで今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では失礼します。 See you!